皆さんこんにちは。 MC のりかと演出家の小池です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小池さん、もうすぐブラジル行きですね。はい。ブラジルにまず着いたら何するんですか？何するかな。食材買いに行くんじゃない？おお、スーパーに行くんですか？まあ多分スーパー行って食材とかきちんと買って、じゃあ向こうで自炊するんですか？まあね、いつも外に食いに行ってるわけにはいかないので。そうですよね、はい、2ヶ月間頑張ってください、小池さん。はい、はい、ということでですね、まあ、そのこれからブラジルに行くというのも、まあ、大きな公演の準備があるということなんですけれども、今回はですね、まあ、その公演にも関係するんですが、まあ、うちのこの小池ひろしブリッジプロジェクトオデッセイという、まあ、団体の存在について、あまりこの歩き方ラジオでは話してこなかったんですけれども、これをきっかけにちょっと一回ブリッジプロジェクトおよび日の鳥プロジェクトという、まあ、ある大きなプロジェクトがうちでは、まあ、水面下で動いておりまして、それについてちょっと今回は水面下じゃなくて、今まで何本も公演やってきてるので水面下じゃありません。お客さんからしたらですね、お客さんもブリッジプロジェクトの日の鳥プロジェクトは何本か見てるの で、まあそうですね、全く水面下ではありません。水面下ではありません、失礼しました、はい。まあ、ということで大きなプロジェクトが動いているので、今日はそれについてちょっと小池の言葉を直接皆さんにお届けしたいなというふうに思います。はい、ということで、まず小池ひろしブリッジプロジェクトオデッセイとは何かっていうのを、とても簡単に分かりやすく、パパタラからどういった団体なのかっていうのを小池さん教えてください。それはね、簡単には言えないんだよ、うん、簡単には言えないな、うん、やっぱ3.11があってっていうところから話さなきゃいけなくなる、うんうん、3.11があって、とにかく、うん、一度、うん、いろんなことをもう一度考え直さないとダメだろうと、うん、いろんなことをとにかくゼロに戻して、うん、再度何ができるかってことを僕たち自身は立ち上げて考えていかないとまずいと思った、うん、というのが3.11の教訓だったんですよね。それでパパタラフムだったのその1年後、ちょうど1年後ぐらいに解散させて、うん、まあ、その間にいろいろな、うん、フィードバックを行って、うんうん、結局タラフムラって何だったのかっていうことをフィードバックを行い、その上で、ブリッジプロジェクトっていうのを立ち上げたと、うん、まあ、ブリッジプロジェクトっていうのはこの名の通りで、うん、いかにして世界に橋を架けてくるか、うん、まあタラフムラもそうでしたけど、うんうん、それ以上に橋を架けていくっていうことを意識した、うんうん、という意味ですね。それは人種間もそうだし、うん、文化、人種、文化、うん、歴史、うん、もちろんその空間軸、うん、時間軸、うん、あるいは本当にさまざまな文化、そういったものに橋を架けていくっていうことのプロジェクトを行い出したっていうことですね。で最初に、うん、じゃあ宮沢賢治のシリーズと、うん、マハーバーラタをやっていこうと思って始めたカンパニーです、うんうん。まあ、なぜかといえば宮沢賢治っていうのは人間の生きている人間の視点ではない視点で、うん、この世界を捉えていた人であり、うん、マハーバーラタっていうのは、まあ、マハーバーラタには全てがあると言われているような、うん、まあ、叙事詩ですから、うん、その全てっていうものをもう一度見つめてみる、あるいは、うん、まあ、滅亡っていうことに対して、見つめ返してみるっていうか、見つめ直してみるってことをやってみたいと思ったってことですよね、うん。ということで、はい、はい、今のが今こういうプロジェクトというのは、その芸術団体、パフォーミングアーツ団体、芸術団体として、まあ、ここまで小池が40年間かけて率いてきたものなんですけれども、まあ、今動いている日の鳥プロジェクトっていうのが何なのかっていうところもお聞かせいただきたいのですが、まあ、それはな、マハーバーラタが終わって2021年に終わった、うん、まあ、終わった次は何かって考えてみると、うん、まあ、そのマハーバーラタでは滅亡を描いてるんで、うん、で同時にもうさらにどん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 きな臭くなっていく、うん、この世界見てると分かると思うけれども、うん、まあ、科学技術は発達するわ、うん、まあ、AI の世の中にはなっていくでしょう、どんどん、うんうん、つまり人間って何かが問われると、うん、でその一方で、
今もそうだけれども、うん、ちょうどウクライナとロシアの問題から、ハマスとイスラエル、うんうん、ヒズボラとイスラエルとかね、うん、まあ、そういったさまざまなイランの問題もそうだけれども、うんうん、そういった問題も次々と起きてきてると、うん、そういう中にあって、うん、私たちはどうやって今の、うん、私たち自身をもう一回見つめ直し、うん、でこれから再生していく、うん、さらに新しく生き直していくっていうか、うん、そのためにはどうしていけばいいのかっていうことを、まあ、作品を通じて考えてみるっていうことをやろうとしてますね。じゃあその再生っていうところが火の鳥という名称につながっているということですか？そうだね、再生だよね、うん、結局火の鳥っていうのはさ、うん、そういう世界中にある火の鳥伝説、うん、これは手塚治虫だけじゃないんですよ、うん、世界中に火の鳥伝説っていうのがあります、うん、だからでそれも共通しているのは何かといえば、うん、再生なんですよね、うん、やっぱりリバース、うん、再度生まれ変わるっていう、うん、そういう伝説っていうのがもう世界中にある、それを、まあ、もう一回考え直してみたいなと思ったっていうことですね、うんうん、本当に今の時代に考えべきテーマだと思うんですけども、まあ、すでに2022年からこのプロジェクトは動いていて、だいたい4年間のプロジェクトで、今もうすでに、割と佳境に入ってきているところですよね。今は、これまではポーランド、そして、マレーシアで、それぞれポーランドでコスモスという作品、そしてソウル・オブ・オデッセイという作品をマレーシアで行ってきて、それが第1弾、第2弾と続いてきました。で、先ほどお話しした、ブラジルでの作品が第3弾というふうになっていきますね。これを見ている皆さんは日本にいらっしゃる方がほとんどだと思いますので、なんと第4弾はですね、日本で行われるんですよね。これは、タイトルがまだ確定している、していない、ね、火の鳥です。火の鳥、火の鳥、ローマ字で、はい、大文字で火の鳥です、はいはい、ただ、うん、その言い方って本当に間違っていて、火の鳥プロジェクトっていうのはインクルード東京メイズなんだよ、うんうんうん、だから東京メイズプロジェクトっていうのは火の鳥プロジェクトの一環でもある、うんうん、だからそういう意味で言えば、うん、ウイ、入り口と世界の出口とか、うんうん、あるいはブレストリップルとか、うん、この辺も東京メイズではあるんだけれども、うんうん、東京メイズはそのまんまそっくり火の鳥プロジェクトに包含されるので、うん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 、火の鳥プロジェクトと言っていいものですね。はい、ちょっと初めて東京メイズを聞く人に向けてなんですけど、まあ、東京メイズというのが火の鳥プロジェクトの眼下みたいなところにある、眼下なんて言えばいいですか、すぐ近くにあるというか、まあ、ほぼ並走している形で東京メイズ企画というのがあって、そこでこの火の鳥プロジェクト、東京メイズというのはとにかく実験プロジェクトですね、うんうん、そうですね、まあ、未来の東京というものを想定しながら、うんうんうん、いかにしていかなることが可能なのか、うんうん、舞台芸術っていった時に、まあ、今までのものではない新しい世界っていうのをどうやって描いていくかっていうことがもうまた大きなテーマなので、うんうん、その新しい技術や新しい方法や手法、うん、そういったものをとにかく、実験的に、獲得していくっていうか、やりながら獲得していくっていう、うん、そういうふうな企画ですね。なるほど。ではこの、ま、東京メイズを含めた火の鳥プロジェクトっていうのが一体、ま、どこへ向かっていって、小池さんは何に向かって火の鳥プロジェクトっていうのを、ま、最近再生って言ってましたけど、最後にその小池さんのなんて言いますか、ビジョンっていうのをもう一度最後にお聞かせください。いやいや、それも一言で、もう非常に簡単で、人が生きるって何かっていうことをもう一回見つめ直せと、ね、みんな本当にバカになっちゃってね、もう本当にみんなバカになってきてるっていう世の中だから、バカになってきてる、やっぱりもうちょっと考えないと終わっちゃうよっていうことを真剣に考えたいねっていうことですね。なるほど、人すごくまっすぐ、だいぶ切り込んでいくような、まあ、小池の言葉でしたけども、
火の鳥プロジェクト、だいぶ短い時間で、はい、駆け足でお話ししましたけれども、そのような大きなプロジェクトを今ブリッジプロジェクトではメインの活動として行っておりますので、来年の2025年10月に、東京ですね、その前に9月に京都で、はい、前半だけ、はい、前半というか、まあ、第1部だけの公演はあります、はい、まあ、そのようになっておりますので、ぜひ皆さん来年の、秋ぜひ日本で、集大成となる火の鳥公演をぜひご覧ください。はい、はい、それでは皆さん今週もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。